現在 B3 リーグ3位の鹿児島レブナイズは多くのファンが見守る中ホームで連勝、プレーオフ進出が決まりました。おととい、ホームで豊田合成スコーピオンズを迎えた鹿児島レブナイズ。プレーオフ進出がかかる一戦に、西原商会アリーナには3400人を超えるファンが集まりました。黒いユニフォームの鹿児島レブナイズはテンポよくパスをつなぎ、速い攻撃で相手を突き放していきます。第2クォーターには次々とスリーポイントシュートが決まります。そして会場が一番盛り上がったのがこのプレー、アンソニー・ゲインズ・ジュニアのアリウープ。52対31と大きくリードをして前半を終えます。後半追い上げられる場面もありましたが、ゲインズがこの日チーム最多28得点を挙げるなどリードを守りきり、99対86で勝利しました。こうやって、皆さんの前でプレーオフ進出をしっかり、取れたっていうのは、応援してくださる皆さんも嬉しいことなのかなというふうに思うんですけど、残り、そこをしっかり勝っていけるようにしていきたいなというふうに思います。レギュラーシーズンも残り8試合、 B2 昇格に向けて大事な試合が続きます。はい、レブナイズ昨日の試合も勝ちまして連勝6に伸ばしました。そしてプレーオフ進出ということになりましたね。B2 が見えてきました。では順位表聞いていきましょう。レブナイズ18チーム中現在3位という位置につけまして、8位以上が確定しましたのでプレーオフ進出が決まりました。プレーオフで決勝に進んだ2チームが B2 に昇格します。次の試合は今月ですね16日と17日に13位の岐阜スープスとアウェーで対戦します。